2人連続して三振を取っています。マウンド上の摂津投手、出るのはね、先にこういう追い込んでの勝負ができてますよね。はい、自分の自信のある球で最後は勝負でしょ。ストレートに来ますかね。来ますね。はい、サードゴロ、いいショット。なんでもないゴロだったんですが、悪送球。三塁、松田の悪送球です。エラーがつきました。いやー、どうしたんでしょうかね。まあ、今の足が速い分ね、ちょっと焦ったんでしょうね。はい、ただまあ、ゆっくり投げても間に合うタイミングですよね。ね、ちょっと嫌なムードです。ツーアウトからランナーエラーで出塁です。回は9回です。バッターボックスは糸井、ちょっと怖いバッターですね。そうですね、糸井にしても、はい、そのね、あのホールドンとは全く合ってなかったんでね。はい、ピッチャー変わってどういう風に組みやすいと考えてるかどうかですよね。あ、そうですね、さっきのオーティスと同じように。はい、ただ摂津もね、それ以上にいいピッチャーですからね。はい、今日の先発はホールトン投手でした。だからこういう0対0でここまで来てね、こういう試合でミスが出たチームの負けってよく言いますよね。はい、だからああいうエラーはできるだけしない方がいい。でそんな慌てて投げる必要もないわけですからね。さあ、バッターボックスは糸井です。今日の糸井はホールトンに全くタイミングが合っていませんでした。